まんまことは、畑中めぐみによる、時代小説短編集シリーズ。オール読み物に2005年7月号より掲載され、シリーズ第1弾、まんまことから第6弾、一目惚れまで、文芸春秋より刊行されている。江戸の町な主の後取り息子を、主人公に、町な主のもとに持ち込まれる、様々な事件を一話完結で描く。シリーズ累計発行部数は75万部を超え、 2015年7月には NHK 木曜時代劇にてまんまこと朝野助最低長と題して福祉政治主演でテレビドラマ化。テレビドラマ化の発表後は100万部を突破した。江戸時代、江戸の町では町民間の揉め事で奉行所が扱うほどでもないと考えられるものは住んでいるところの町名主の玄関で町名主の裁定により解決が図られていた。江戸。 神田の町名主の後取り息子、高橋浅之助は、周囲からお気楽、そのものと見られているひょうひょうとした若者である。幼馴染で、同じく町名主の後取り息子である、八木聖十郎、同心見習いの相馬吉五郎らと共に、町名主のもとに持ち込まれる、様々な揉め事に取り組んでいく。第一は、まんまこと、第二は、柿の実を。 半分ではそれぞれ小さな事件を書くとして、浅野助の周囲が描かれ、第三は万年、青いやつでは浅野助に縁談が持ち上がる。江戸の町と庶民の暮らしを背景に、一話完結の、それぞれの短編が繋がって、大きな物語を紡ぎ出していく。まんまことという言葉は、現代語の辞書には見当たらないが、表題作の最後に、まんまこと新進じ、本当のこと、江戸語辞典よりと、 この言葉の意味が引用されている。シリーズ最初の短編小説、まんまことの書出は、オール読み物2005年7月号。作者の畑中はその後も、数ヶ月に一本のペースで続編を同誌に執筆。最初の6話を単行本化した、まんまことは2007年4月に出版された。シャク,クにより、漫画化され、プリンセスゴールドに掲載され、 後プリンセスコミックスデラックスとして刊行された。まんまこと、浅野助最低調のタイトルで、NHK 総合、木曜時代劇にて2015年7月16日から10月1日まで放送された。全10回。主要人物ゲスト俳句、井上康史至りまんまこと、浅野助最低調に関するカテゴリー。ありがとうございます。